いや、いつ広島行くねいつ行くね今日行ってるはずやったんですよね。そう、本来、そうな、本来なんか、はい、今回のスケジュールが広島予定だったらしいんですよ。ほんでなんかスケジュールの兼ね合いで、スタジオになりましたっていう。ああ、行く素振りは素振りはあるみたいなでも素振りだけかもしれないじゃあ、俺何嘘からどうよ。えスケジュール違うよ。え金嘘あれはだからもうそれはスタッフと連れてカメラと連れて行ったらこれぐらいかかるって、はい、そんなもん別に新幹線代は上下せえへんねんから。そうですね、もう人数とこのキャストとで分かるやん、はいはい、うん、それを完全に見間違えてた。そういうことなんだ。そう、いやいやいや、より複雑になったりしてるやん。そうそうそうほんで、そうなんですよ。で、シューンとすんのやめて見間違えてた。確かに、はい、アホやん。だから言ってるよ、俺もうカメラ2人でええと。そうですね、俺も回すし、じゃなくても、ね、俺もなんかこんなしますよ、はい、うん、いや、ほんで我々なんか家から持ってきて売ったやん。確かに、はいはい、まずそのお金今どこにあんねんって話。そうですね、いや、まあまあそれはまあ、そうなんすね。なんかこの間ファって見た時に、はいはい、広島って、まあ野球かな、はい、なんか広島って見た時に、あ、そうや広島行ってへんやみたいな。そうですね、行く言うてだいぶ経ってないみたいな。はあ、僕もなんか、今年初めの方かな、はあ、あのドラゴンアッシュのライブで行きたかったんですけど、東京でなかなか行けなかったんで、うん、なんか地方で見に行こう、あ、広島この日行けるかも、うん、でもロケで行くし、まあ先行かん方がええかみたいなんでやめて広島をさっき味わったあかんのちゃうかと。新鮮さがな、その決まってたから。あ、それは偉いよ。ほんなん行ったよかったやんって今思うと。そうやドラゴンアッシュはだってなお金がそれだから行かれへん、はい、どうすんねんな、ほんで金ないの？あ、もう到底無理だという感じなんですね。見余ってたというよりは。221,205円預かりしている状態でして、まあ、あの交通費が20万かかるという状態で。だから、じゃあ多いねって、YouTube にしたらスタッフの数が。確かに、確かに。だから4と4ぐらいで、もう十分。うん、普通4と2とか、うん、本来ね。うんうん、まあ、そういう俺別にこういう真剣な話したかったわけちゃうからいやねんいつやねんとか広島行きたいやんっていうポップな話したから。そうですよね、なんかこんな神妙になるどういうことはないんですよね。どういうことじゃないのよ。だからでもスケジュール的に、はい、だから1ヶ月分を1日で取らなあかんから、はい、だから広島で何本やったっけ8本やったっけ広島で8本取らなあかん、はい、もし行くとしたら、はいはい、じゃあ広島で4本にして、うん、おうおうおう、その各自、うん、その家で撮れる十何分のやつやったらそれで4本4本で8本で家で何すんの家で何すんの。いや、それはだからそれぞれ考えて、うん、そのまあ1位の人がそのチャクラが用意した、うん、あのフルーツ食べれるとかだって言うたら悪いですけど、はい、そのちょっとマッドお笑いすぎるんですよ、はあ、もっとその他の YouTuber の方は別にどうのこうの言うわけじゃないけど、はい、緩いもうカメラ置いて、はい、バーってペヤング食うてるとか、まあね、ジュニアさんがね、iPhone1 台でとか、そう、一言も喋らんと、はい、みたいなんも俺はつけもん的にそう行くべきやと思うね。マッドお笑い、マッドお笑い来てるやん。あ、たまにのつけもん途中でなんかこれワカメですとかで来るやん、はあ握り、そうですね、握りでバッバッ2枚だけのなんかぬか漬けみたいなのバッて来るやん、はい、そのぬか漬けって言うたらもう失礼やけど、はい、ぬか漬けもあってのこのチャンネル的にはね。そう、だからあの野村監督の本読んでたら、じゃあなんで変化球投げるか分かるかと、キャッチャーに問うたことがある。それは変化球を投げることによってストレートを速く見せるためやと。ストレートばっかり投げるから目慣れてくると、うんうん、途中で変化球投げることによってストレートがハッて速くなる、うん、それで空振りとる、はあ、だから岩尾がカメラを置いて生ビールとかけ豚で1時間食べてるところを撮って、はい、それを流す、はい、それ別におもろいこと言わんでええの、はい、ほんまに岩尾がこうしてるだけかきピー食べて、まあ、テレビ見ながら、まだ何かのテレビ見やすだけ見てそれ変化球じゃなくてただ転がすのあれ
超効くやつ、ほらもうはキャッチャーまで届かんやつで、たまにいいのファー来てとかもとかもあっていいのよ、そのたんまりやね、それはそれがそれをメインにしたらあかんけど、まあそう、まあね、でまあ広島にねちょっとスタッフの人数も考えて、まあね、いけないと言うならね、そうですね、うん、まあスタッフの数も考えて、はい、そうですよね、ということですよね、言うたら悪いけど、よその YouTube って出てる演者がやりたいことやっていくね、ほう、なんでスタッフ多いくらいって広島行きたい言うてるのに行かれへんって、こんな YouTube ないって言うからスタッフ多いから広島行かれへんねんって、いやそんな YouTube ちゃうやん、もうそれやりたいことやんのに、そうやん、いやまあええけど、でそんだけ言うたらお前そこまで広島行きたいんかって胸ぐらつかまれたら、いやそれもまあ家族でまだ行きたかった行きますんでってなるから、ええ、そうですよね、まあ確かにね、いやおかしいなって、まあ、もう広島行かしてほしいとか、前どこ行きますかみたいな話のあった時に、広島も素晴らしいです、本当にありがたいところである、でも他もいっぱいあるやん、いっぱいあるけど、なんかわー喋ってたら、あのあそこ特有の美味しい粉物食べたいなとか、厳島神社もまあ行けるならみたいな、あとはなんかすごいお弁当みたいなのありましたね、なんかあれも食べたいなみたいなことで、なんとなくそこに決まったから、言うたら失礼けど、むちゃくちゃ広島行きたいわけじゃなかったけど、こんだけ引っ張られたら俺むちゃくちゃ行きたいなもう絶対広島前はね、ちょっと広島行きたいから、行きとうて行きとうてそんな広島行きとうて行きとうて、だから北海道とか沖縄とか、そんなちょっともうだいぶ時間もお金もかかるとか言うてないと、こっちもね、なんやったら行きやすいとこちょっとチョイスしたんじゃないかみたいなところもあるというところでのダメっていう、ダメということで、ちょっと考えましょう、考えましょうっていうか、考えてたはずなんですけど、これでスタッフがもう一回メルカリ言うてきたら笑ってもらうから、次なんとかヤフオクでみたいな釣り上げましょうか、断捨離進むわ、チャンネル登録お願いします。ドラゴンアッシュのライブで行きたかったんですけど、東京でなかなか行けなかったんで、あ、広島この日行けるかも、でもロケで行くし、まあ先行かん方がええかみたいなんでやめて